こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、アマゾン輸出でいくら稼げるのか、ね。テンバーアカデミーでサポートを受けると、アマゾン輸出でいくら稼げてるのか。それをお話したいと思います。まあ何より、初心者が物販をするなら、オーストラリアアアマゾン輸出が一押しなわけ、ね。それは安く買った商品を高く売れれば儲かる。 シンプルで結果が出るのが早いということなんですけど、どれぐらい結果が出るのが早いのか。といっても、オーストラリアだとね、まだ始まったばっかりなんで、サポート実績としては、アメリカアマゾンの実績になりますけど、開始3ヶ月あるいは半年でね、売り上げが3012ドル、または6073ドル、11,309ドル、 21, ドルといいいううような、ね、実績を、えー、上げててただいてま,すまあこれねアメリカの例ででまあ解散、えーまあまあ、優秀な会員さんもね、えー、標準的な会員さんもいらっしゃいますけどまあ普通に言った通り取り組んでいただければ、えーまあ、大体少なくとも月10万、ね、多い方だと月100万稼げるようになっていると。 これどうしてかということなんですけどアマゾンの仕組みがそもそも利益が出しやすいというのが、ね、一番です。ねまあ、私が教えてるからですと言いたいところなんですけど、まあ、そうじゃなくて、ねまあ、Amazon の仕組みをうまく使う、えー、Amazon から退場させられないとか Amazon の、ね、特性を考えて儲かる商品を見つけるというところに特化して教えているんで、ねえー、こう利益が出やすい、ね、儲けていただいてると。 いうことになります、まあ、どういうことかというと、例えばこれ、ウェーブレードね、1328円で日本アマゾンで売ってるものが、オーストラリアとね、45.69ドルで販売されてます。まあ、3776円、ね、約3倍なんですけど、まあ、差額が2448円、ね、1328円で買ったもの、3776円、差額2448円って随分いいねと。 思うんですけど、ただこれね、今まで、今まで通りというか、えー、自分で発送する eBay、今までね、えー、輸出というと基本的には eBay っていうのが、まあ、大部分だったんですけど、eBay の場合は、えー、2四4 8円のね、差額があっても、EMS という仕組みで発送しますんでね、えー、送料で2000円かかると、ね。送料が2000円。で、販売手数料と出品料でだいた500円かかると。 でこの時点で2500円。ね。差額オーバーしちゃって赤字になっちゃうんですね。へえ、そうなのだ ?3 倍で売っても儲かんないんだというのがね。まあ、今までの、あるいは eBay なんかで取り組んだ場合の輸出ビジネス。まあ、赤字じゃビジネスって言わないですけど、輸出なんですけど、これがね、a z o n の場合は、えー、Amazon が発送してくれる FBA というサービスがあります。 これを利用するんでね、えー、儲けやすい。例えば、まあ、同じベイブレードを売った場合で、ベイブレード軽いんでね、えー、30個ぐらい送っても3 5キロで、えー、収まります。1個1 0 0グラムとして箱が5 0 0グラムでね、6600円で30個送れると。まあ、そうなると、1個あたりの送料が220円しかかからない。ね、これの計算でいくと、 先ほどは送料と手数料で2500円でしたけど、アマゾンの場合ね、送料が220円。で、販売手数料と出品料が700円。これね、アマゾンが梱包発送してくれるんで、この部分はちょっと高くなるんですけど、まあ、いずれにしても2割ぐらい。700円で920円。ね。差額が2448円で920円ですから、1520円の利益が出ると。ね。買った値段以上の利益出るのかい出るんですね。まあ、だから儲かると。 でしかも、自分で発送する必要がありません。ねえー、まとめて Amazon に送っておけば、Amazon がね、売ってで、入金確認して、売れたら梱包して、発送して、で発送通知もしてくれて、でなんかね、えー、クレームがあったらクレームの処理もしてくれる。まあ、全部 Amazon がやってくれます。そうするとね、右から左に商品を浮かすだけで月賞5000万と。 これ、サポートを受けてる人じゃないんですけど、まあ、たまたまね、オーストラリアのね、インターネットのビジネスミーティングみたいなところ出たら、Amazon すごいっすねという話でね、どうしたんですか、オーストラリアアマゾン始まって、すごい稼いでる人いますかって言ったらね、まあ、オーストラリアじゃなくてまだアメリカなんだけど、まあ、人も使わないでね、商品を選んで,で、中国のね、会社にこれを送れと。 いうのを指図するだけで月食を染も上げてる、えー、友達いるんですよと、ね。こんなちょろい儲け方があるとは笑えると言ってた話なんですけどまあね、ここまでね、おっきな金額を目標にして取り組むという人は、ね、少数派でしょうけどアマゾンが発表している数字でね、えー、アマゾンで物を売ってるセラーまあ私たちみたいなセラーね、えー、10万人以上が年間 1> 1, 万売り上げてるとこれ10万人以上が売ってるって話じゃないですよ参加者はもっといるんですけどその中の10万人以上が年間1200万でも10万人が 1, 年間1200万売ってるプラットフォームって多分他にないですね ebay でもね売ってる人は売ってますけど先ほどの計算で分かるようにね利益が出す商品見つけにくいんで、えーまあ、全然売ってない人がたくさんいると やっぱり10万人以上か、えー、月間100万円以上売ってるっていうプラットフォームはアマゾンだけ、ね。これはもうすごい数字です。で、まあ、そういう、まあ、すごい数字がなぜ出るか、まあ、先ほどの仕組みもあるんですけど、このユダヤ商法の原理原則、まあ、お金もちろんね、お金儲けといえばユダヤ人という感じなんですけど、まあ、財布の紐が緩いところを狙って、利益率の高い商品を販売して儲けるのが商売の基本であると。 このユダヤ商法をね、えー、手軽に試せるというのがアマゾン質の良いところ。まあ、だから稼げると。開、ま、始、あ、ね、3ヶ月半年でその、えー、月100万円以上儲かるようになっちゃったなんて方が出てくるのは、やっぱりこのアマゾンが、えー、この商売の原理原則にね、乗っ取ったやり方を試しやすい、ね、実践しやすい場所だからですね。そんなわけで、まあ、主婦でも300万。 副業でも300万、本業だと1000万と、これだけの金額をマイペースで一人で稼げます。本当ね、日本に住んでるなら、アマゾン輸出で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は、販売場所としては最悪ですが、仕入れ場所としては最高の場所です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高いと。 所得も言えますね。日本は所得がいや低く、オーストラリアは所得が高いと。で、これね、えー、日本人の年収分布、一番多いのは年収200万以下と。年収200万以下が一番多いってのはすごいですよね。一方、オーストラリアの平均所得は、えー、約712万円。で、オーストラリアのすごいところは、これが共働きがほとんど、ね、子育てに優しい、えー、政策なんで、共働きはほとんどと。 いうことと、別にね、オーストラリアの場合、こう、ぐーんと所得が高い人が多くて、所得が高いんじゃないんですね。最低所得が高いと。ねまあ、日本みたく最低時給800円ちょぼちょぼ。ねでしかもね、開始30分前には来て、仕事きっちり仕事に取り掛かるとかね、サービス残業とか、まあ、そんな感じで日本のアルバイトとか派遣とかね、あるいは、 会社員も過酷なんですけど、オーストラリアは、ね、ほぼ正反対、ねえー。最低時給がすでに1500円を超えてると。でね、えー、開始何分前にこう言ったって何でだよと、その分じゃ金払うのかっていう話ですよね、えー。いや、そういうわけじゃないけどさ、始まった時間には、えー、と働けるようにしようよなんて言ってもね、いやいや、それはあの始まる時間は例えばね、 10時開店で10時に来て文句を言った場合は、えー、だったら9時半から給料払えと。だったら9時半に来るよって話になります。ね、あるいは10時からね、えー、準備するか10時半開店が当たり前だろうって話になります。まあ、そういうね、えー、もう、あの、底辺の人たち、まあえー、まあ、語弊があるかもしれないですけど、わか,かりやすく言っちゃうと、底辺の人たちでも所得が高いと。ね、だからこの、えー、712万円っていうのは、 712万円よりちょこっと低いぐらいね、えー、6 0 0何十万ぐらいの所得の人は一番多い。この日本でいうところの一番多い200万円かっていうのが、オーストラリアの場合は670万に来るとで。そんなに飛び抜けてね、給料を高い人はオーストラリアにはあまりいないと。ねえー、日本だと給料の安いレストランとかね、えー、運転手とか、えー、なんだ、レストラン。 飲食、運転手、あと給料安いのは何だ、人、ま、材、あ、派遣で安くこき使われてるとかそういう人もいないんでね、え何しろそこ、えー、が高いと、ねえー、安月給って言っても最低時給が1500円から始まってるっていうのがオーストラリアのすごいところです。しかもオーストラリアにはまともなライバルがいないと。ねえー 日本みたくね、えー、ヤフーも楽天もあって、アマゾンもあるとか、そういう状態じゃなくて、えー、何にもなくてアマゾンが登場したという状態ですで。弱い場所しか、弱い相手しかいない場所で戦うのが、戦いに勝つ最も横のな方法だということを考えると、今、アマゾン始まって、このタイミングにね、アマゾン始まったというこの動画を見れて、でしかも今、ねえー、この稼ぐために必要なサポート会員を募集しています。まずは ここをクリックしてね、えーまあ、他にどんな商品がね、差額が取れるのかとか、サポートを受けるには、いくらかかってどんなサポートしてるのか、まあ、その情報をチェックしてみてください。こちらをクリックしてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。